ようこそ新米ドリフターの皆さん、この荒廃した地上を探索する準備はできていますか？資源と危険に満ち溢れた過酷な世界ですが、人類復興のためぜひ物資を持ち帰ってきてください。そうそう、あなた一人ではありません。優秀なヒューマノイドメーガスがいつでもあなたをサポートしてくれます。探索を繰り返してメーガスとあなたの生活を充実させましょう。それでは皆様、ドリフターとしての活躍を期待しております。シンデュアリティ、エコーオブエイダ、1月23日発売予定。ここからは各エディションの説明をいたしますね。豪華版を予約すると7日間のアーリーアクセス券が獲得できます。そしてこちら、ドリフターパスのランクを上げることで特別衣装、パーツ、エモートなどが入手できます。さらになんと、アルティメットエディションのドリフターパスは特別仕様、シーズン1ではノワール型メーガスがもらえます。さらにもう1体、アルティメットエディションではミステル型メーガスも入手可能です。さらにさらに、スクールウェア限定カラーの紫スパンコール衣装も獲得できます。最後にプレオーダー共通特典としてデイジーオーガのパーツセットがついてきます。ぜひ皆様のご予約をお待ちしております。改めまして、シンデュアリティエコーオブエイダ、2025年1月23日発売予定。メイガスはいつもあなたのそばに。プレイステーション。